進んでいくと、これから何かこういうことが起こるとか、こういうものが生まれるんじゃないかっていうのがありますか、単純に。自分が今というか、ずっと興味を持っているのは、人間がどうして新社会性を持ってないのかっていうことをずっと気になってまして、はい、バラバラの意思を持っていますね。で、バラバラの意思を持っているんだけども、じゃあ個人個人完全に独立かというと、決してそんなことはないんですね。どちらかといえばこう影響し合っているし、うん、こう自分の意思を優先しようとする人は汚いと言われたりする、エゴイスティックだ、うん、むしろ自分の意思を殺してみんなの意思に合わせようとする人のことをいい人だと言ったりする、うん、美しいとか自己犠牲的な振る舞いをあの人は素晴らしいと称賛したりもする。でじゃあそれが美しいのなら、どうして我々バラバラの意思を持ってるんだっていうことが一番気になっていて、その落としどころはどこになるんだろうと思います。こう新社会性、完全な新社会性とバラバラな独立した子がいるという、これの間の私たちどこかに落ち着くんだと思うんですけども、その最適解が見つかるといいなと思いますね。そうしないとこう不完全な不健全な全体主義になったり、こう不完全な何というか、まあ、無政府主義というかの方に向かったり、こうその間で私たちはすごく犠牲になってしまう。その犠牲になってしまう人々を科学で減らせるといいなと思います。それこそ映画にしてみたら面白いかもしれない。いや、それは庵野さんがやってる人類補完計画もはやちょっと延期しましたけど、いや、もうまさに今聞いてて人類補完計画だよ。ありえないですよね。そういうことですよね。AT フィールドじゃないですか。人の壁。すごいですね。AT フィールドましたね。いや、もうやられてるなと思いながら聞いてたんですけど、違う監督にやられてた。私ふと思ったんです。すごい最近もう若者たちってホラー映画大好きじゃないですか。いや、全員じゃないですよ。でもすごく好きですよね。あの好きな人がとても多くて、すごく好きな僕もっとリッチになってる。世界の清水崇監督がご謙遜を本当でございます。こういう時だけこう、ね、そんなことない。本当です、本当です。それって何なんですかね、中野さん的にどう思いますか。そのホラーに惹かれる心理というか、割とあのホラー女性ファンが多いんじゃないかと思うんですけど。私もそうです。本当そうですよね。女性をずっと多いですよね、うん、これちょっと何時頃流れるんですか。じゃあ深い時間にします。深い時間ですね。でもなんかちょっとこうえぐいとか、これグロいとか気味悪い表現とかっていうのはやっぱ女性全般的にはですよ。ここには違っても苦手ですよね。グロ表現は得意な、好きな人はもうとことん好きですよね、男よりも。多分私そっちです。一緒仲間だったよかった、はい、じゃあお二人を一般的には僕は見れません。そうですか。そうじゃないって聞いたら、これは何かの心理がとか何かの脳的なものが作動してるんじゃないか。作動してますよ。やっぱそうですよね。聞きたいんですよ、自分でわからないから。サイコパスです。そもそもね、ちょっとあの見えてますからね。幽霊も見えちゃってることもありますからね。実はあの女性ファンが多いのには理由があってというか、まあこういう理由が考えられて、あの性的興奮の核があるんですね、脳の中に、ね、実は男女でちょっと違うんですよ、ここは。あの今あんまりね、こう男女の差を言うと良くない時代ではあるんですけど、まあここはちょっと差があるのが当たり前なんですけどね。本当はね、体も違うんですから、ある程度はあるんですね。女性の場合はですね、あのこれ男性の場合ちょっと事情が違うんですが、女性の場合はあの恐怖の回路とこの性的興奮の回路って実は一部共有されていて、あの恐怖って快感に変わりやすいんですよ、うん、なのでつり橋効果的なものを使うと言ってもいいかもしれないが、うん、まあ当たらずとも遠からず的な感じですね。やっぱちょっと怖いもの好きなんですね。あの富士急ハイランドに行きたい。殺人系映画も好きなんですよ。だからサイコパスが大好きだったんです、本読んだ時に。それそこですよね。そう、サイコパスっぽい男性もモテますしね。そう、テッドファンディとかね。テッドファンディは見てくれもいいじゃないですか。いい例だけ出してもダメですアンソニー・ホプキンス。あ、そうです、そうです。羊たちのチームあれは映画でかっこよく描かれてますから
僕の方がよっぽど女性2人より現実的だそのいいとこだけ見てだからホームクルスも好きだったのかなと思ったんですよ。それ見えないものに対してのこの興味とすごいそのどんどんえぐってくるじゃないですか、うん、内面の部分も。いや監督の僕が言うのもなんですけど、うん、あれを綾野くんと成田くんじゃなくて、うん、剥げ上がった親父が2人タッグバディを組んでたらこれは絶対違うと思うんですよね美的感覚がこう概念が崩される。いや私でも国村純さんだったら見たいですよ。いやなんか高橋克実さんそう見たいですよ。みんないいとこなんか渋いところをついてくるじゃないですかまあそれは男性からもねそうですけどね、こういう可愛い子ちゃんが好きなんでしょみたいなのがあるじゃないですか。だからほら男性よく血を見るのが苦手っていう人いるじゃないですか。まあそうですね。えなんでそれでそういう映画も時々作られるんですか。え僕の映画そんなに痛いとか血とか実はないんですよ。こちらの勝手にこう偏見です。すごくすいません幽霊さん見ちゃった。自分の採血で気を失ったこともありますか。それもやっぱなんか脳的にあるんですか。やばいやばいみたいじゃないですか。やっぱりホラーの感覚やばい。男性の方がやっぱり恐怖あんまり好きじゃない、うん、意外とで自分が責める側ならまだいいんですけれども、うん、でも男性は自分が恐怖を感じさせる側はそんなに好きでない。好きな要素があんまないんですね脳なんかには、うん、でまあこれは男女共通ですけども血とかですね赤い色を見るとちょっとこう血下がったりとか恐怖の反応というのが出るのでそれは回避しようっていう、まあ、自然な反応なんですけども出ますから、あの、まあ、男性でホラー好きな人ってちょっとこう、まあ、変わった人かもしれませんけどね、うん、女性の方がホラー好きな人多いとも確かに聞くんですけど、こう自分でそこに手を挙げれない感じもあるんですかね。それは社会通念ですか。社会通念としてやっぱりありますね。最近はそうでもなくなってきましたけど変わってきましたね。あのやっぱりホラー好きっていうとちょっとこうモテない女子みたいなこういう感じですか。完全に猟奇殺人鬼と本とかこう読み漁ってるタイプ。でもなんかあ面白いこの人って思いますよね僕なんか。あ、 ありがたいですね、だから監督なんですよ。もっと増えて監督みたいな。何の回ですかこれでもあのジェットコースターとか僕大好きなんです。あ繰り返し10回でも乗れますし。そうなんですね。撮影で朝までや富士急ハイランドで朝まで撮影やった後に6、7回続けて乗ってましたね。楽しそう。助監督に絶対頭おかしいって言われましただからホラー映画も作り続けてでも血は苦手なんです、はあ、なんかあるんですかね。なんかあるんですね。それはあのビジュアルの怖さっていうのとあと体感の怖さでやっぱり感じるとか違いまして、うん、一つはあの扁桃体っていうところがこう怖さを恐怖を感じるんですけれども、ここはこういう目にあったらこういうことが起きる、いわゆるベルを鳴らすと電気ショックが来るっていうのが条件反射を学ぶところなんですね。あ血を赤い色を見ると自分も怪我をするかもしれないっていうような嫌悪感っていうのをおそらくここが担当してるんですね。だけれどもこう一方で富士急ハイランドのちょっとこう体感の怖さで別の場所が処理しているので、これも気持ちよさに変わる可能性がありますね。自分が本当にこの後ちょっとなんとかなっちゃうかもしれない、エンドルフィンを出そうというようなスイッチが多分入る感じですよね。これからも人生ジェットコースター系の映画を作り続けていただかないとですよラブコメもちなみにお好きなんです。ちょっとだいぶ毛色が違いますねでもそれはやっぱりドキドキとワクワクが気軽に見れるからですかね。そう、どうなんですかね。ラブコメって言ったらトラさんもラブコメですからねって誰も思ってないじゃないですか、うんうん、いや言われてなんここで感じました。マドンナが出てくるぞっていうところで伊藤さんやっぱ変わってますよ。なんでですかね。なんでそんな話で変わってますって言われて、うん、こうえやめてよっていう時と、うん、変わってるって言われてることがちょっと心地いい時とってあるじゃないですか。女性特にその反応で違うなって思うんですけど、それは 言ってる相手によって違うのか。私言われすぎて多分自分もそうだなって理解しちゃってるから多分ナチュラルですよねきっと私これ年代でちょっと
差があるかなというふうに思ってるんですけど、自分ぐらいまでまだ変わってるのが嬉しかった時代ですね。そこちょっと過ぎちゃったからもはや受け止め系ですよ、うん、ちょっとだけ上ですからねってことは、あ、いやいや、ちょっと一緒ぐらい、もうそこに触れたくないな、いや、もうね、段階ジュニアぐらい、そう段階ジュニアぐらいまでは変わってるっていうことは褒め言葉だったと思います。なぜなら埋もれてないね、あなたというメッセージだから、そうだ、確かに。なんかそれってそのさっきの控えめにしてるのが、うん、あの美しいいい人とされて、うん、手すぎると悪い人みたいなのって、そうです、ね、日本の文化特にそうじゃないですか。そうですね、あの謙虚の美学さみたいなのあるじゃないですか。このお父ちゃんもお母ちゃんたちがね、うん、そうやって埋めつけてますからね。特にこう女性はそういう風にあって当たり前だみたいに言われて育つことが多いし、自分でも感じ取ってそうせざるを得ないっていう、うん、勝手にこう自分で持ってるものもあると思うんですよ、うん、それってあの実はそのホラー映画でも幽霊の描き方とかモンスターの描き方で差が出てるって僕は思ってて、スーッてひっそりじわーっと謙虚な方が怖いんですよ。確かに。でもアメリカヨーロッパガーッと来るのが多いじゃないですか。もうむっちゃエゴイスティックというか積極的な。あんまそそらないですね。イギリスの幽霊さんはフレンドリーですしね、描き方がそうです、ね、気づきました。なんかその文化がそういうところがこういろんなところに実は根を張ってる気がして、もしかしたらそういうのも、まあ、文化の影響もあるし社会通念もあるんですけど、脳が何かそれによってっていうのはやっぱり生まれてから培われた、そうですね、ことなんです、うん、生まれてから培われた要素の方が大きいはずなんですね。ただやっぱりジャパニーズホラーってすごくこう世界でも、うん、あの評価されてると思うんですけども、姿が見えない方が怖いっていうのはユニバーサルに感じている人が多いと思うんですね。あのミッチーなもの、あれが怖かった、あのブレアウィッチプロジェクトが怖かった。ブレアウィッチプロジェクトね、めっちゃ普通ですね、二人とも。なんかもうちょっとステレオタイプ。出てくるかわかんない、ここばっかりアップの感じの怖さですよね。あのリアリティもあるんですよね。そうです。自分の身近にありそう。お化け屋敷に入ってる感覚ですよね、あれは。うん、あのホムンクルスはホラーじゃないですからね。そうですね。僕がそっちに持ってっちゃったんですけど。だけどある意味ちょっとね、最高的な部分が楽しめる。なんか自分がこの後どうなってしまうのかっていうのが分からないところが魅力ですね、ホムンクルス。素晴らしい、はい、ということでどうもありがとうございました。じゃあ最後にお二人からぜひホムンクルスの魅力を、中野信子さんからお話聞いてもいいですか。ホムンクルスをあのおすすめしていただければと思います。そうですね、あのホムンクルスという映画なんですけれども、脳を操作して見えてはいけないものが見えてしまうというストーリーで進んでいきます。でその見えてはいけないものがどんどんこう見えていって、自分の闇もそこに重なり合っていった時に何が起きるかということを楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。迫力満点の人間の闇をどうぞ味わってください。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に清水隆監督お願いいたします。当事者ですからね。こんな脳科学の先生にお勧めしていただいた後でおがましいですけど、僕はホラー映画多いんですけど、ホラーが苦手な方も今度のこの映画は見ていただけるんじゃないかと思いますし、むしろホラー映画よりも怖いところはあると思います。ただそれを身近に感じるものだったり、自分の中もう覗かれるような感覚だったりするので、楽しみながらえぐられるような快感に寄り添えてもらえたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで脳科学者の中野信子さん、清水隆監督でした。映画は4月2日公開になります、はい、ホムンクルスぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。